しこです。はい、というわけで、今回はですね、今回は私のナイトルーティンをやっていきたいと思います。そうですね、かわいいし、よいしょ。ということでですね、今回今日6時なんで、6時からナイトルーティンをしていく動画です。それではスタート。ここで紹介するんですけど、私がね、最近スリッパとして履いてるものがこちらなんですけど、こちらすごいんですね。こんな感じになってて、ここにね、くぼみがあるんですよ。で、履くとかかとがね、上がるようになって、ダイエットスリッパですね。そうなんですよ。足がなんか鍛えられる、履いて歩くだけで足が鍛えられるっていうスリッパなんです。すごくないですか、これ。めっちゃすごいと思っちゃって買ってみました。立ってみて、どう？最近これが普通になっちゃって違和感がないですけど、最初の方慣れなかったです、これ。もうだよね、転ばないようにね、でもね、階段とかね。あ、最初階段危なかった。危ないよね。え、でも今全然平気。本当？はい。なんか靴下珍しいね。あ、これひまちゃんからもらったやつ。ひまちゃんからもらったやつだ。冷やし中華。かわいいよね。あ、あの古着の短パンですか。古着の短パンに履けました。履けました。あと古着の服です。あ、上もね、違う前に買ったやつ。ちょっと立ってみてください、はい、どうですか、ズボン。普通ですよ、全然履けました。全然普通でした。よかったね。よかったです。はい。私今お花で読んでて、いつも漫画読んでますね。もう半回こすなんか毎日漫画読んでます。ずっと読み返してます私。好きなんです本当に漫画が。今日は金曜日なのでね、宿題はやらないんですか？あ、宿題ないです。ないの？すごい。はい、すごいね。もう終わっちゃってるの。宿題。そっか。学校で終わらしちゃってさ、ないからやることない。自学ノートっていうのがあって、毎日自宅学習っていうの、それそのノート専用のノートがあるんだけど、それも学校に提出しててないんで、今日は宿題やりません、ないです、もうまずないです。はい、じゃあちょっとね、1本だけ撮影したいと思います。はい、はい、ということで撮影があって下に来たので、下でアオハライドを読みたいと思います。はい、ということで読んできます。アーリミアゲームです。ちょっとね、お手伝いしてくれてます。はい、アイスボンつければよかったね。あ、つければよかったね。マイスね。
そしてがスープ。スープも今日はね、まあ野菜はまだ切ったんだけど、スープはもうケイさんが作ってくれました。はい、作りました。今ちょっとお肉、今日はね、お肉を食べていい日なので、これはね、鶏肉で食べたいと思います。はい、めっちゃ美味しそう。ね。ということで夜ご飯でーす。今回はね、お肉と魚を食べていいということで両方とも食べたいと思います。はい、あとなんかトマトの日なんだよね今日ね。そうなんですよ、トマト6個分、トマトをいっぱい食べるなので結構食べます。はい、であと、あと定番の野菜ですね。野菜ですね。はい、はい、ということでいただきます。はい、ね、絶対美味しい。あと鮭大好きなんだよね。うん、美味しい、おいしければ何でも好きなんです一応5日目ですね。まあお昼はね普通の給食なんですけど、今日は何でしたか給食。あ、ひじきご飯と豚汁でした、うん、おお、美味しそう美味しかった、うん、美味しかった。はい、じゃあいただきたいと思います。豚汁うまっ。聞こえてる、よかった。繋がってるね、4人でね。ということでね、今お風呂から上がってきたので今からスキンケアをしていきたいと思いまーす。ということで、まず化粧水をね全体に塗っていきます。私いつも 5プッシュぐらいやってます。はい、でそしたら次にニキビを治す薬みたいな、ペアアクネクリームを塗ります。私順番とかわからないんで、一コメント書けないんだったね。そうだった、順番わかんないんですよ。この順番で合ってるかわからないんですけど、でもし間違ってたら TikTok とかでぜひよろしくお願いします。コメントよろしくお願いします。次に保湿ジェル、ハトムギの保湿ジェルを塗ります。あ、めっちゃちっちゃくて可愛いでしょこれ。めっちゃ大きいのも持ってるんですけど、ちっちゃいのがこのポーチにぴったりだったのでちっちゃいのを使ってます。入れ替えればちっちゃいのって多分何回でも使えるからいいよね。ちっちゃいのほんと可愛いと思う。そう、最近こういうスキンケアの小さいミニミニバージョンみたいなのですごい余ってて、この前100均行ったらですね、
なんとこちらのちっちゃいバージョンが売ってました。見てください、こちら可愛くない？通常の大きさがこっちなんですけど、見てください、この可愛くない？めっちゃちっちゃいと思って、めっちゃ可愛いなと思って、これ100均100円ですよ、めっちゃ可愛くない？ほんと可愛いなと思って買いました。でも今回ね、今回さ、うちのクラスがうちの学年修学旅行もなしって決定されちゃったんで、最悪ですよね最悪ですよ、せっかく楽しみにしてたのに亡くなったのがすごい残念だなって私はすごい思います。はい、このニベアを手に塗ります。このニベアすごい、なんか普通のニベアよりもすごい、なんかなんていうの、サラサラって感じがして、いやもうほんとサラサラなんですよ、もうサラサラでめっちゃ好きなんです私。普通のニベアよりニベアソフトなんで、こっちと違ってなんかサラサラしてるんですね。こっち本当にいいと思います、まあ、どっちも好きなんですけど私。はい、今日はこれ使います。これこのオイルです。はい、ということで今からね、髪にオイルをつけ終わったので、今から髪を乾かしに行きたいと思います。はい、ということでね、髪の毛乾かしてきましたね。はいはい、ということで映ってますかね、ちょっと曲がってる、映ってます、こっちかな、ちょっとこっちということで、今からストレッチをしていきたいと思います。最近ストレッチしてるんでしょ？はい、その辺汚いけど気にしないでください皆さんおにぎりでこう、はい、本当はね、その前なんだっけ、この前紹介した三日月桃子で買ったこれでやってたらしいんですけど、数日は、はい、腰がね、やっぱね、これじゃ痛いそうで、めっちゃ痛くて、ということで、しょうちゃんはね、ソファーをベッドにして、そこの上でね、やってるみたいです。ちょっとこのソファーもちょっと、今度は柔らかすぎちゃうかもしれないけどね。そう、めっちゃ柔らかい。痛いのも嫌だしね。そう、痛いの嫌だから、柔らかい方がいいかなと思って。はい、じゃあいつもやってるみたいにやってください。でも私が考えたわけじゃなくて、YouTube 見てありました。あ、いいよ、それでもちろん。いい？うん、みんな YouTube 見てやってると思うよ。ただ音楽はちょっと流せないので、音楽流す場合は音消しになっちゃうかもしれません。音楽流していいじゃん。いいよ、じゃあ音消しにしますね。じゃあね、音楽著作権に引っかかっちゃうと思うんで、でもいつもやってるようにね、お願いします。ママいない方がいいかな。うん、別にいいよ、別に。うん、音が最近流す、何の音、ロマンチシズム。こんな感じでやってるんですね。そうなんですよ、はい、もうね、何回もやってたので、何回もっていうか、まだ5日目か、うん、5日目です、ね、覚えちゃったそうです最初は YouTube 見ながらやったんでしょ。覚えはいいんですよね覚えはいいんですかダンスの習ってるからか分かんないんだけど、
2日で覚えました私。おお、そう、しのちゃん覚えはいいんだよね。きついよね。でも疲れた。もう一回やってみ、やばいかな。やばそう。ママ足上がんなそう。最後の方が全然足上がってなかった。最後の方全然足上がってなかった。上がってなかった。あ、これの時。ああ。ここ見て分かった。全然上がってないね。もっと上げるんだ。もっと上げる。なるほど。なんかね、平行上、平行上な。私は下平行、下平行だったじゃん。平行上じゃなきゃいけないんだ。あ、じゃあ結構かなりきついですね。きつい。下平行でもきついかったから。まあ徐々にねできるようになれば、いきなりはちょっとね。だよね。きついかもしれないもんね。そうだね。私最初全然できなくて。うんうん。そう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 。はい、ということでお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。寝る前とね、うん、した後にね、うん、目薬してんの。あ、そうなの。なんとなく目悪くなったから。それ聞かないでしょ。いや、頑張ったら聞く気がして。聞きません。はい、ということで今回はね、ナイトルーティンをしてみました。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、それではバイバーイ。みんなおやすみ。おやすみ。11時過ぎぐらいかな、今。11時17分。11時17分です。かなりね、やっぱ金曜日遅いですね。遅いね。おやすみなさーい。おやすみなさーい。